で、長島家が今年に入って違うさっきですね、山広さんがもう梅雨だからっていうことでね、梅雨絡みの歌を用意してました。通り雨という歌です。4月から入った、1月から今年からね、毎月1曲書く宣言して、もうすぐやったね、6月待ってるよ、もうすぐ6月、そうまだ2曲しかできていないですね。奇跡的な、奇跡的な、その中でも前にね、前に距離感、距離感その中でもね、一番キャッチーで、実はメンバーの方が気に入ってるっていうね、この曲が通り雨って言って、イベント私が歌います。来た、うるさいよ、オーダーです。バーボンソーダをください。皆さんも負けずに飲んでください。これは前振りです。今から歌う曲は、はい、かの有名な、かの有名な、日本中のジャグバンド、はい、まず 100% 歌うのではないかと推測される、バーボンストリートブルース、ブルース、はい、ということでバーボンをオーダーしました。バーボン、はい、
この曲聴いてみんな酒が進んでルーシーさんもホクホクということでよろしくお願いします。皆さんもよかったらいっぱいお酒飲んでもらって、我々はね皆さんに踊っていただいて歌っていただいて飲んでいただくのが生業となっておりますのでよろしくお願いします。ね、バーボン待ちますか。バーボン待ちますよ。当然待ちますよ。歌い終わる途中にバーボンにしますか。いや、先にクッとやってからやりたいです。すいません。カッポレっていうね、バンド名なんですね。生活雑貨、僕ら3人は生活雑貨パですね。略してカッポレっていうんですけど、なんですかね。僕らバンド名カッポレ、乾杯っていう意味なんですね。なんでできれば皆さん一緒に今、せーの、カッポレ。唐突。ワンツーワンツースリーフォー。パパ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 。抜けるような空の下でおいら歌う。バボンスイートブルースをお前のために、おいらいつかお前を見つけて一緒に歌うんだ。バーボンスイートブルース。外に出てみるけど、そこにいるのは風だけさ。おいらいつか大きな風引いて、早くお医者に連れてってよ。連れて Everybody 抜けるような空の下でおいら歌う。バボンスイートブルースをお前のために、おいらいつかお前を見つけて一緒に歌うのさ。バボンスイートブルース、ワンモア、一緒に歌うのさ。ノブストリートブルースもう一回言っとく。ちょっとチューニング狂ったね。まあね。じゃあもう一回ノブさんの、いやいいです、アカペラで、あれ天使にラブソングを2のやつやるから。それね、ミュージカル MC やってください。それやるん、その後それやる。はい、はい、ちょっと今これね、練習をなんだっけ、宇品の公園で夜ねやってた。そしたら港が近くて、銀河っていう船からね、遠くから聞こえる。聞こえてきたね。聞こえてきたね。おハッピーデイ、おハッピーデイ、おハッピーデイ。プレハタってきたぞ。おハッピーデイ、おハッピーデイ、おハッピーデイ、おハッピーデイ。これをひたすら1時間ぐらいやってました。そんなことない。で、本日最後の曲じゃないね、ラスト2、闇上がりズム。長島圭がねインフルエンザで倒れ、武蔵板広重もインフルエンザで倒れ、その時できた曲です。私はまるでこの世のものでない、ないみたい。昨日の今日の今日まで寝込んでた。頭が痛い、喉が痛い、あららら。
出会え友達友達照れてポテってポテった体が笑ってるあらなんか不思議天外魔境あらららららなんかあったわけじゃないけどこんな晴れた気がしてるのは新しい風が僕を示してくれたから星くず飛び回る歌からリズムに乗り星くず飛び回る歌からリズムに乗り体が余計に動きます。長島県頑張れ。新しい風が僕を刺激してくれたから